皆さんご機嫌ですか？どうもティーボーです。朝起きてからなんだか声がガラガラですが、なんとか頑張っていきたいと思います。というわけでボケてツッコミ第82弾いってみたいと思います。鼻水も止まらん。それではポチッとな。お、うまそうな肉。肉に見えたやつ。マジで騙された。てか趣味悪いの作りやがんな。来た来た、早速タレを作るとするか。川口知ってるか？餃子ダレの黄金比ってやつを。いや知らないっす。醤油5、お酢4、ラー油91。ほぼラー油。もうデキン確定だよ。減ったでしょうね。飲んでますもんね。まだ慌てるような時間じゃない。そういうと鮮度は。こちらはスラムダンクから生まれた仙道の名台詞ですね。延長をお願いした。キャバクラか。アフター狙ってるけどなかなか誘い出せない常連客か。キャバクラ？アフター？何それ。ていう子はお父さんに聞いてみてね。だけど家によってはお母さんの方が詳しかったりするからね。こちらは足立由美のあの有名な台詞ですね。当時12歳っていうのがまたすごいよね。延長するなら金をくれ。だからキャバクラか。何してるんですかこの人。顔以外全部埋まって。ブラジルの人が現れた。地球の裏側から来ちゃった。誰だよブラジルの人。聞こえますかって呼んだやつ。デューク伯爵、危険な出張でありクローン大戦の中心的存在。ヨーダの教えを受けたジュダイだったが、ジュダイオーダーに幻滅し、より大きな力を求めてオーダーを去る。夜は駐車場でバイトしてる。夜道でめっちゃ役に立つやつ。いつも交通安全のためありがとうございます。なんだ真っ昼間からゴロゴロして。起きろよ、ご飯だぞ。トラちゃん、おいしい？まずい？それ壊れてるよ。それ友情とは。やられたらやり返す。ハンザーさん、今回もえぐい視聴率を叩き出しましたね。おでん返しだ。ただの常識人。モーニング娘。のオーディションを受けて無期懲役になった。直系でないだけありがたく思え。こちらは桑田真澄さんですね。なんだろう、誰にも真似できない野球センスを持っているとかかな。厄介な息子を持っている。実は迷惑してました。0点取ったのは残念なことだが、過ぎたことばかりくよくよしたって仕方がないだろう。目が前向きについてるのはなぜだと思う。前へ前へと進むためだ。さすが先生、いいこと言うな。進むためだ。なんで。何この表情。ねえこれどんな感情なの。さっきまでサービスエリアで止まってくると騒いでいた田中の雰囲気が変わった。どんまい。子供がまだ中に。それは大変だ。消防士さん、早く助けてやってくれ。予定日は？いや、腹の中じゃねえだろ。おじいちゃんとおばあちゃん、なんだろう、物忘れでもしてんのかな。大ヒット作、わしの名は。朝ごはん食べたかな。息子に頼まれ100万振り込むんだい。はい、井上です。先ほど会社を出まして。はい、そうなんですよ。はい、よろしくお願いします。失礼します。ん？何これ。ん？あ、そうなんね。そうなんですよって、そういうことね。なるほどって、くだらねえわ。